ドリコム、読みなさいよ。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。朝の日差し、私このまま溶けちゃうかも。ありがとう。きっとその方が輝けます。クエスト。育成応援キャンペーンかな。こういうの。芸歴10年だぞ。ダンスも芝居も。友の。行きましょう。育成応援キャンペーン、これ育成は4つしかないです。弱いからな、ここ。それだけ強化を測るガチャ引いた方がいいんじゃないのかな。じゃあ始めましょうか。楽しくなってくるね。手伝いなら任せてよ。くらいなさい。あ、待って、慎重にね。舐めないで。私が手伝ってあげるわ。モーリー、あげよう。おっと、よう。ドールが行くよ。ワン、フォー、オン。だね。強化素材をつけられるキャンペーンか。中級。クエストへ出発。楽しくなってくるね。行くよー。こうなったら血
はい、出かけるわよ。みんな一緒だから大丈夫だよ。みきなの服を、タオルが、これで少しはマシになったかな。くらいなさい。敵が強くなる。私が守るからね。絶対に許さない。石鹸は、あら、ありがとう。温泉に浸かる前に綺麗にしましょう。あなた、綺麗にしましょうね。洗い残しはないかしら。いい湯加減。うん、染み渡るわね。伸ばせちゃったかしら。私が手伝ってあげるわ。モリ、あげよ。いや、大事な人を守ってみせるよ。あれは作り物の金髪。このままじゃまた死ぬから。それなら私は戦うよ。そろそろ現実を見て。本当に強い人じゃないとしんどいね。最初からチアを用意します。クエストへ出発。準備 OK。 勝っていいの？負けられないんだから。甘く見ないでね。これも温泉の効能ね。私も考えたら。ペロペロペロ。うん、これで大丈夫。私頑張るからね。彼には負けられない。これも温泉の効能ね。倒しました。チームワークバッチリだったね。あんまり素材は多くない。Yeah.
甘く見ないでね。強い。ワンフォーオールだね。すみません、ちょっとお願いがあるんですけど。これで乱戦はないんだ。乱戦クエストには参加できません。芸歴10年だぞ。ダンスも芝居も基本はできるからな。今年はどんなサプライズ？ない。今日の衣装、この時期だけのスイーツがたくさん。芸歴肉加減液だけやろう。チョコレートか。噛むにはあれもこれも食べてもらいたいな。たぶんこいつなんちょっと多分1個だけだと思う。きたきたきた。気になるあいつ。すごいんです。すごい。男はいないよな。ちょっと聞いて。はい。素晴らしいです。お話聞かせて。もしかして。任せて。素敵ね。え、怖い。罰ゲーム。糖尿病。やったぞ。どこはそうだな。うん。やった。頑張りましょう。いいのかお前ら。って食べたことないな。芸歴10年だぞ。課題をやるべきか、晴天を言うも。一生懸命頑張りますから、見守っていてくださいね。これもないとプレイできないからな。トレードショップ行ってみよう。早朝、早起きは三文の徳。こっちは今だけ。1016ありますね、今。
逆に強化したいキャラクターを特に進化対象ね。レベル進化リオン。おお、なんか変わりましたね。悪くないわね。もっといけるわ。行きましょう。ちょうどバレンタインだからな。フルボイスになります。甘い匂いもしてくるわよ。くんくん、本当だ。街もだんだん賑やかになってきたね。サナ、私たちも負けてられないわ。早くどんなチョコを作るか決めないと。何かいい案は思いついた？そうだね。定番なら可愛いハート型とか？ハート。でもそれってどこのお店でも売ってそうよね。確かに。じゃあ星の形は？いっぱい作って星空みたいにしてみたり。いいと思うけど、せっかくサナと作るんだからもっとこうすごいのがいいわ。じゃあドーナツ型のチョコは？メリーならもう考えついていそうだね。ドーナツが至宝であることに変わりはないけど、今回は…あ、どうしたのメリー。ほら、あそこライネがいるわ。ほんとだ、買い物帰りかな。そうみたいだけど。ねえサナ、ライネにチョコの相談してみない？ライネは料理も上手だし、きっといいアイデアが出てくると思うわ。確かに、ライネさんなら私たちの知らないチョコを使ったお菓子とか知ってるかも。決まりね。おーい、ライネ。あら、メリーちゃん、イサナちゃん、こんにちは。二人でお買い物かしら？まあそんなところよ。それよりライネにお願いがあるの。お願い？私にできることだったら何でも協力するわ。さすがライネ。でね、そろそろバレンタインが近いじゃない？だから私たちに特訓をつけてほしいのよ。特訓？はい、私たちだけだと限界があるから、ライネさんに教えてもらえたらなって。私たちもっとできるようになりたいの。もっとできるようにとは言っても、二人とももう十分上手だと思うけど。そんなことないわ。この前だってナス女にはバカにされたし。お願いします。私ももっと上達したいんです。わかったわ。そこまで言われて断るわけにはいかないわ。私でよければ特訓してあげる。特訓、特訓。ありがとうございます。同じ声だよな。ええ、ライネに襲われば怖いものなしだわ。遊戯あったっけ？いいところがあるの。二人の特訓にうってつけの場所よ。まずはそこに行きましょう。ポノカ先輩、ライネの特訓場ってわけね。きっとすごい場所に連れて行ってもらえるわよ。普通に食堂じゃないかな。それかまずは材料集めに買い物に。ついていけばわかるわよ。どうでしょう、行けばわかるさ。さあ行くわよ、サナ。
それじゃあ最初の特訓はここでしてもらおうかしら。料理の特訓を外で。ということで、ありがとうございます。すっごく助かりました。カチャやる？おはようございます。噛んじゃいました。いいとこへ10回見るお召喚がありました。やなきゃソンソン、行ってみましょう。やなきゃハドソン、今は亡きハドソン。さあ、星は以上です。以上、つかさん。さあ、星は以上だが、あ、来るぞ。これはひょっとするかもです。久しぶりの星子だ。誰？エロい千代だ。千代じゃない、千代だ。特別仕様かな。やりました。次回も頑張ります。朝は鍵の手入れをして、あとは キラー&ミラク。ミラクは今は亡きミラク。開きますよ。次回も頑張ります。また
というわけで、学校暮らしの結構いますね。ヤナミコウもいるし、使ってないの、まあ、特に赤は使わないとね。これ星4か。今回はまあ赤ほどじゃないけど、赤ほどじゃないけどいりますね。もう5つ、5キャラもいる。ほとんど緑じゃん。これは出番がなくなりますね。黒。強くなるってどういう。ああ緑か。みんながいるから強くなれ。うつむいてばかりじゃダメだ。今より上手くなりたい。レベルアップってなかなか赤のあれが出てこないですね。ということで、気持ちのいい朝だな。時間がないときはこれでもやろう。さあ、参りましょう。強そうです。悪さは許しませんよ。こうしてやるやい。
しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。ああ、これ、ファミリーソングを出さないとダメなのか。はい、ということで、ここまでです。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄に書かれているブログ、ツイッター、キラファンタジアなどのアドレス、ぜひアクセスお願いします。ツイッターのフォローなどもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。